こんにちは、恵比寿鍼灸整骨院の秋元です。今日は冷え性のツボ三陰交お伝えしていきます。三陰交はですね、消化吸収、水分代謝、生理機能生理機能が交わるツボです。場所をお伝えしていきます。まず足のですね、内くるぶし、見えますかね、内くるぶしの一番高いところからこの骨の際沿いですね、際沿いの手4つ分ですね、手4つ分離れたところ、これだとここですね、ここになります。ちょっと大きく書きますね。ここにお灸をしてください。